シャノン・リー・トゥイードはカナダの女優、モデル。一般大衆向けエロティカ映画の分野では最も成功した女優の一人でエロティックスリラーのジャンルそのものとセットで記憶されている。夫はロックバンドキスのジン・シモンズで二人の子供がいる。ニューファンドランド・ラブラドール州セント・ジョンズのミンク牧場主の娘として生まれ、マルクランドのミンク牧場で育った。 7人兄弟の3番目の子供で4人の姉妹と2人の兄弟がいる。妹のトレーシーは同じく女優で、シャノンとトレーシーは1993年の映画、ナイトクライシスで共演している。また1991年5月号のプレイボーイ誌で一緒に表紙とヌードグラビアページに登場した。トレーシーは、シモンズ一家のリアリティ番組、ジーン・シモンズのファミリージュエルに、 時折出演している。父親が自動車事故で重傷を負ったため、回復するまで母親が一人で子供たちを育てることとなった。そのために母親は牧場を売らなければならなかった。彼女は牧場を売ったことを夫に話さず、回復した父親がそれを知った時、両親は離婚した。母親は子供たちを連れて自身の故郷であるサスカチワン州サスカトゥーに向かった。ツイードは、 サスカトゥーンのマウントロイアルカレッジエイトに通ったが、卒業はしなかった。彼女は若い頃から、美人コンテストに熱中していた。1978年に、ミスオタワとなり、ミスカナダコンテストで4位に食い込んだ。ミスカナダタレントコンクールでは優勝している。カナダのリアリティテレビシリーズ、スリルオブ、エ A ライフタイムが、ヒューヘフナーのプレイボーイのためにポーズを取るように、お膳立てをし、 ツイードは1981年11月号のプレイメイト、さらに1982年度のプレイメイトオブザイヤーに選ばれた。当時のサイズは身長 178cm、体重 58kg、B91W64H91cm であった。それ以来、ツイードは b 級映画のみならず、HBO のシチュエーションコメディ、ファーストテン。10 CBS プライムタイムの連続ホームドラマ、ファルコンクレスト、そりゃないぜ。フレイジャーのゲスト出演など、テレビドラマで活躍した。爆発、デューク第7シーズンの第2話にも出演している。1985年から87年まで、NBC のベースオブ・ア・ライブスでサバンナ・ワイルダーという役を演じた。初のメジャー映画出演は1984年の、 セックスコメディ、ホットドッグであった。以来、トゥイードは1999年に、ジーン・シモンズがプロデュースした、デトロイトロックシティも含め60本以上の映画に出演した。CFL のラインバッカー、ロン・フォックスと交際していた。ヒュー・ヘフナーとの短い関係の後、1983年から、キスのジーン・シモンズと同棲を始めた。彼らには、 ニコラスとソフィーアレクサンドラ・シモンズという二人の子供がいる。一家は A&E テレビのリアリティ番組ジーン・シモンズのファミリージュエルに揃って出演している。2011年10月1日、シャノンとシモンズはカリフォルニア州ビバリーヒルズの由緒あるビバリーヒルズホテルで結婚した。ありがとうございます。